皆さんこんにちは。不摂生な生活ながら昼間寝ていて今更起きたポケストブラリ旅ナルエモンです。今回の動画はと言いますと、岐阜県中津川市内地区で行われています行燈祭りへ足を運んでみました。場所は内木小学校のグラウンドで行われているんですけども、屋台もまた多く人も集まっております。会場内を撮影するにはいいポジションですね。何かが行われようと準備がされています。ワクワク、おいでんさいのみこしだ。おいでんさん動画もあります。ステージ前に人が何やら集まってきましたよ。持ち投げが開催されてるわけなんですよね。中にはくじもあり、拾うことができれば景品と交換できるというものですね。景品何がもらえるんだろう。何がもらえるかは当たった人だけが分かる内容です。先ほどの会場ですけど、こちらでフィナーレが行われそうです。手筒花火が行われるそうです。それでは花火の映像をご覧ください。初めて見たけどすげー。不意をつくように打ち上げ花火が始まりました。
花火がテンポよく上げられ迫力がありました。たまらない。来年も楽しみにしています。